はい、どうもおはようございます。ケンユです。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。本日お話しさせていただく内容は、堆肥って何、そして、堆肥を作るときに何が起こっているのか、そしてその中で活躍する菌などについてお話をしていきたいなと思います。で、堆肥という言葉自体はですね、このラジオの中で、ちょこちょこ出てきてはいるんですけれども、堆肥自体を取り上げた回というものは、なかったような気がするので、この機会にですね、堆肥取り上げていきたいなと思います。で、僕らもですね、圃場がいくつかあって、圃場を分けて自然栽培と、有機栽培をしているんですけれども、やっぱり有機栽培ではですね、積極的に堆肥を使用しております。はい。で、僕自身の性格がですね、この堆肥って何とか、畑に入れるとどのような効果があるのとか、堆肥は何から作られて、そしてどのような過程を経て堆肥になっていくのかなどですね、やはり自身が使用するものに関しては事細かくね、理解したいという性格なので、多くの書籍や雑誌、そして学術論文とかね、ある程度読んで調べました。で、今回はそのような堆肥の基本的なことからですね、内側のメカニズム的なところまで詳しくお話しできたらなと思います。家庭菜園されている方、そして有機栽培をされている方のご参考になれば幸いです。はい。それでは、堆肥って何という話をしていきたいなと思います。はい。で、誤解を恐れずね、一言で堆肥というものを言うと、有機物が微生物らの働きによって分解されたものを堆肥と言います。で、目的があって、この堆肥というものを畑のね、土の中に入れることによって、痩せた土壌の物理性が改善されたり、そしてちょっとした肥料成分になったりするというものが目的です。はい。もう一度言います。堆肥というものを一言で言うと、有機物が微生物らの働きによって分解されたものですね。で、この有機物というものはですね、化学的に言うと炭素を含む化合物です。炭素を含む化合物で、これは、例えばね、何かといって身近な例で言うと、私たち人間も有機物ですね。で、私たちが食べる食べ物も大体は有機物、そしてそこから出る生ごみ、さらには家畜の糞尿、そして雑草、稲わら、生物、そして生物の一部というものは有機物と言ってもいいかもしれませんね。ほとんど有機物です。また髪の毛とかですね、家畜の骨、骨粉とかですね、さらには爪なども、有機物なんですよね。で、この有機物自体を直接畑に入れても、もちろん、土壌の物理性が改善されるわけでもなく、さらには肥料、植物がね、肥料として吸収できるわけでもないですよね。なので、この土壌改良とかですね、肥料等の目的のためには、この有機物を堆肥にする必要があるんです。で、これがいわゆる堆肥化と言われるもので、微生物による分解というものですね。はい。で、市販されているものでも、例えば牛糞堆肥とか、鶏糞堆肥とか、トンプン堆肥とか、樹皮をね、こう主に使ったこうバーク堆肥とか、いろいろあるんですけれども、これらはですね、有機物を堆肥化させたものなんですよね。はい。で、この堆肥というものは、果たして肥料なのか、っていうのがね、ほとんどの人が気になると思います。野菜がね、生育するための、十分な肥料として活用できるのか、っていうところにものすごく疑問が集まっていると思うんですけれども、結論から申し上げますと、有機物によって含まれる成分が異なります。はい。有機物によって含まれる成分が異なります。例えばですね、よく言われるのは、油かすとか、魚かす、そして米ぬかなどの有機物は、比較的肥料成分が高いと。そして家畜由来のですね、牛糞などは、それらと比較して少ないと言われておりますが、材料によって違います。はい。土壌改良、そして肥料効果、というものは材料によって違う、多少のこう、ばらつきはありますけれども、期待できる、しかしながら、材料によって違うということですね。はい。で、一般的にその油かすとかですね、米ぬかなどというものは、飛行が強い、ので、堆肥というよりも、ぼかしとか
ぼかし剤とかですね、発酵肥料と呼ばれたりしております。で、肥料成分をなるべく飛ばさないようにですね、堆肥を作る、まあ、このぼかしを作る際にはこう切り返しなどをして、まあ、作っていきます。はい、でぼかし剤はですね、やっぱ飛行が強い材料をそのまま土に入れると、植物の根っこを傷つけたりするので、その畑の土を混ぜて、一度発酵させて飛行を和らげる、この和らげるというのをぼかすという、ことを言うんですけれども、その、ことからぼかし剤というふうに言われております。はい、まあ、ただね、ぼかし剤というものは結構ね簡単に作れるので、まあ、農家さんによっては作り方が違うんですよね。なので調べれば調べるほどその多様なやり方に驚きます。まあ、いろんなぼかし剤が出てくるんですよね。しかしながらこの堆肥もぼかしも、まあ、発酵肥料も、微生物の力を利用して作るという点では一緒です。はい、一般的に、しかしながら一般的にね、この堆肥と呼ばれるものよりも短期間でこのぼかし剤とか発酵肥料というものは完成します。はい、でこのラジオの方でもですね、米ぬかのところでいろいろとお話をしているので、ぜひそちらをご覧いただきたいなと思います。いつ話したかな、第30回くらいかな、ちょっとあの昨日以降の記憶がちょっとないので、ごめんなさい。はい、またアーカイブからですねこう探していただけると嬉しいです。で、堆肥の主な目的というものは土壌改良が主なんですよ。で、家畜由来の堆肥もですね、こう肥料分はあるにはあるんですけれども、やっぱり有機物の分解の過程で窒素成分などが揮発してしまうんですよね。なので完熟の堆肥の窒素などはやっぱり 1% とか 2% とか、そのようなものになっているんですね。うん、で普段そのホームセンターとかに行くと、やっぱ化成肥料ですね、こう化学系の肥料が売られていて、10-10-10とか14-14-14とか8-8-8とか、結構ねその、飛行が強いものが売られているん、ですけれども、それらと比較すると、かなりやっぱその少ないですよね。窒素分が 1% とか 2% かなり少ないで、まあ、メーカーによっても違うので一概には言えないんですけれども、その中でも家畜由来のものでも、鶏糞は窒素やリン酸の含有量が優れていると言われております。で、ここら辺の家畜由来ごとの、効果というものはまた今度ちょっと詳しく取り上げます。はい、話を戻しますと、やっぱり一般的にその堆肥の主な目的というのは、土壌の物理性を向上するというのが、狙いなんですね。で、よく畑の土をふかふかにするためとか、暖流化を促進するため、という、ね、ことが言われるんですけれども、やっぱり堆肥を入れると畑の中の微生物が増えるんですね。野菜に直接与える肥料というよりも畑の中の土壌の微生物のために入れるというものですね。そして土着菌というんですけれども、その土地に住んでいると土着菌というものを増やして、その土地の土を豊かにしていくというものですね。で、またもともとあった土壌の中にあった有機物、これ分解されてない有機物もですね、堆肥を入れることによって分解が進み、窒素をはじめ多くの養分が放出されたりするっていうことがあります。まあ、これはプライミング効果などと言われるんですけれども、こういったこともあります。はい、なのでですね、こう堆肥とは別で肥料分として他の資材を植物に対しては入れるっていうことが多いと思います。はい、まあ、僕たちはですね、この対面積あたりの作付け量、こう植物とかの量はそんなに多くないので、牛糞と米ぬかと、まあ、枯れ草をですね、入れて、まあ、土作りをしているんですけれども、まあ、そういったことがあります。はい、で、堆肥化では何が起こっているのかっていうことについてお話をしていきたいんですけれども、ちょっとね、ちょっと時間がそろそろ10分になるので、ここキリがいいところで一回止めます。で、明日続きをお話をしていきたいと思います。はい、堆肥化のお話ですね。まあ、微生物、有機物がですね分解される過程でどのようなことが起こっているのかっていうことについてのお話はまた明日行いたいと思います。それでは本日はですね、その堆肥の、そもそも堆肥って何とかですね、肥料として使えるのかっていうことについて集中的にお話を、させていただきました。はい、ということで、本日も素敵な農業ライフをお過ごしください。ケンユーでした。バイバイ。